すいません最何でしょうかこのシャツのサイズ感みたいんで試着してもいいですかいらっしゃいませ聞いてましたあはい試着ですよねなんであのタイミングで言うたのどこでされます試着室があればそこで試着室あるので試着室へどうぞよかったどうですかね柄が似合ってないですねなるほどあとサイズ選びがおかしいですそうですかもっと抜け感があった方がいいのでもう一個上のサイズ着てみましょうかわかりましたどうですかねあー やってないですね柄がダメなんですねダメですねもうこれ買うのやめますわその方がいいかと正直すぎるなこの店員抜け感が追いついてないです、ね、逆にどういう服が似合いますか多分お兄さんは柄物より無地のものの方が抜け感が目立っていいと思いますあーそうなんや何着か見繕ってきましょうかああ助かりますレッツゴーここまで正直に言ってくれたら逆に信用できる気がするな やっなんも似合わないでしょ、ね、正直すぎるってこんなに似合わないのは初めてひどいな足が短いからかな泣いちゃうよいや顔が悪いんよ泣いちゃってるよすでに抜け感が回っちゃってます、ね、抜け感の使い方合ってます抜け感の方が強いですね似合ってない服なんか脱げと